西口長泉なめり駅は静岡県寸東郡町泉町のうまい里にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB15。静岡県立静岡岩センターの最寄り駅である。2002年9月に新設された。駅名のなめりは駅所在地の地名、ノーマイ里の読みに由来する。駅間距離の長い裾野駅と下戸り駅の間に、 新駅を誘致する活動は長泉町により1988年から行われていた。1996年に静岡ガンセンター建設が決定すると新駅設置計画も具体化し、ガンセンターの会員に合わせて当駅も開業した。単式ホーム一面一線のみを持つ地上駅でホームは線路の西側にある。駅の出入り口は ホーム側にある西口と、そこから、校内の東西を結ぶ自由通路を通った先に、開設されている東口の2カ所。無人駅であり、管理駅の裾野駅が当駅を管理している。当駅には、自動券売機が設置されていないので、キップを購入することができない。また、IC カード乗車券のチャージ機も設置されていない。静岡岸センターの最寄り駅ということもあって、 バリアフリーに対応しており、車椅子対応のスロープ、音声誘導装置、展示案内板、エレベーター、障害者対応のトイレ、障害者対応の駐車場が設置されている。駅前の道路からホームまで段差を超えることなく行き来できる。静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は978人である。近年の推移は、 以下の通りである。なお、2003年度から2009年度の統計は非公表である。駅東側には繊維関連の工場や住宅地がある。また、駅の西側は静岡県道394号沼津小山線が通っており、沿線には様々な店舗や工場がある。西口側にある駅前広場からは静岡岩センター方面のバス、長泉町、 清水町を通る循環バスが出ている。ありがとうございます。